研究会へようこそ。前回でしたっけ、救急車のサイレンの音が聞こえつつ終わったのは、今回はなんか犬の鳴き声が聞こえるかもしれませんが、よろしくお願いします。それから前回前々回とですね、まあ実は同じ日に撮っているわけですが、撮っている最中爪が伸びていることに気がつきまして、前々回で気がついて、切ると、今犬鳴きましたね、切ると言ったんですが、前回切っていないことに気がつきまして、今回は雑ではございますが切ってきました。音階をやりましたね。2種類の音階がある波長調の音階ですけども、これがメインの音階、基本になる音階で、4弦のソの音を使ったソーラーっていうのを、この開放の2つの4弦と1弦を使いながら、こういう2つの2種類の音階があるっていうお話、それから次にはこの音階をストローク的に弾いていこう、で2パターンのもう1つの方は、次のソが4弦に来ますから、今度は親指で弾くとどうしてもラの音に聞こえてくるんですよね。ですから最後に4弦を弾くために、今度はアップストローク、初めて人差し指を使ったアップストローク。でこのアップをするときに指をこう曲げたりいろいろしないように、なるべく人差し指がまっすぐになっている感じで、イメージとしたらこの手首、腕全体を回しながらアップしているような、そういうイメージにしましょうという、もう一度開放の4弦を使ったストローク的な音階。長いな。ドレミファで人差し指、次下に普通にドシレソファミレドという、こういうステップを踏んでここまで来ました。次はですね、これはちょっともう中級以上になるかもしれないんですが、この制覇というこの奏法があるんですね。左手の音源の仕方ですけども、それはどういうのかっていうと、人差し指、まあ1本人差し指を使うのがいいですよね。1本で複数の弦、全部の弦を押さえちゃう。ここは押さえなくてもこのナットが、まあ押さえてるわけじゃないですけど、鳴ってますよね。ナットが鳴っている、このナットの代わりにこうして指で押さえて2フレット全体を鳴らしてあげるわけですね。もちろん1フレットを押さえれば1フレットが1本ずつ鳴ると、この人差し指でこう押さえてるのが制覇っていう、奏法です。制覇、カタカナですね、覚えててください。それで先ほど波長調の音階を復習しましたけれども、じゃあ例えば、キーは D になって二調調、シャープが2つつくような音階はどうするんですか。例えばこれでできちゃうわけですけども、そうするとまた1個ずつ覚えるのが大変で、ウクレレの場合は意外と簡単にいけるんですよね。それは制覇を使えればなんですけれども、制覇を使って波長調のドから二調調のレまでは半音2つなんで、このフレットが2つになります。ここがド、そして1つ上がってもう1個上がるとここは D です。ドレのレですよね。この2フレットを全部制覇して、そしてちょっとこの使う指が違ってきますね。これまでは1フレットは1の指、人差し指で、2フレットは2の指で、3フレットは薬指でなんですが、今度このフレットを1の指が正反に使うんで、この残った中指、薬指、小指を使う出動になるわけです。小指初めての出動ですよね。そしてこの同じ音階を波長調のここでやったのと同じ位置関係ですね。ここをゼロとしてフレット言ってきますよ。二調調の
D の音は正反をした3弦の2フレットですね、正反してる音。そしてレになる、まあミになるわけですけど、こういうこといっぱい言うから分かんなくなるんですね。レはって言っちゃいますね。ドは2長調のドは3弦の2フレット、2長調のレは3弦の4フレット、1234ですね。で押さえるのは薬指です。3フレットが人差し指、4フレット薬指、5フレット小指っていう感じですね。ドレミが2弦の2フレット、ファが2弦の3フレット、そしてソがいよいよ2弦の5フレット小指、ラが1弦の開放、そしてシが1弦の4フレット、ドが1弦の5フレットになります。で今一応、まあ、丁寧にと思って解説したんですけども、余計分かりにくくなるっていうことがあると思いますので、とりあえずこの破調調のドレミファソラシドで覚えたものをこの人差し指で上げていくんだと思ってください。二調調が、そしてドレミ、レとミの間も半音2つですけど、ドレドレミでミ、この4フレットに人差し指でになります。そしてミとファっていうのは半音なんで、こっからこれがヘ長調ですね、 F キー F の5フレットに正覇をしていくと、でファとソっていうのは半音2つですから7フレット、ここに正覇をして弾くとキーが G、 都庁長です。なんかこうやって音階並べるだけでもすごい上手になった感じするじゃないですか。もう一度説明しますと、波長調でこの音階で覚えたこの位置関係、これを正覇をして上げていくっていうことです。2つ上げるとキー D、 もう2フレット上げるとキー E です。ここから半音上げるとキー F、 半音2つ上げて7フレットでキー G で、もちろんこれはもう一つの音階のパターン、4弦を使う、こちらでも実現できますので、これを2フレット上げるとキー D のここで4フレット、これでキー E ですね。間違っちゃった。そして F、G、まあ、実際正反をしてあげていった時に今のようなその4弦を使う音階で弾くっていうのは割と少ないかもしれないですね。でもちろん今のに関してもそのストロークで弾く、こういう練習はできますの でこれを正反しながらやっていくと、この正反っていうのもとても大切な技術なんですね、奏法で。これをマスターできるとウクレレが弾けるその、なんていうんですかね、可能性が たくさん広がるんで、ぜひこの音階として覚えていって、気がついたら正覇ができる人になってたらすごくいいと思います。ストロークでの音階で移動するのも、ぜひやってみてください。それと最後にもう一個だけ、今どう分かりにくいから単純に言いましたけど、 C 実はここから半を上げたところにももちろんあるわけですよね。1フレットを制覇して弾いたらこれは D フラットです。 D フラット、こうやって弾くとここが D、 これ E フラット、 E、F、 そして F シャープ、 G、 もっと弾くと A フラット、 A、 B フラット、 B、Cといくわけです。
で C になった時にめでたくオクターブ上になっているとということに、なっておりますので、この間ももちろんさまざまな、そのなんとかフラットとかそういうなんとかシャープとかそういうキーになりますので、じっくり練習していってほしいと思います。前回も言いましたけれども、こういう曲線で上手になるとしたら、この曲線をすごい拡大するとこういう階段状のそういう曲線なんですね。それがこう遠くから見るとこういうふうに見えるわけで、ですからこういう練習っていうのはもうすごいこう忍耐がいるところなんですけども、この平らでなかなかいくらやってもできないなと思うところを頑張ってやってください。なんとある日できるようになります。それは私が保証したいと思います。ただできない場合に特に違約金とか保証金は出ませんので、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。